第5章精神療法を行うために必要な正しい人生観精神療法を行うためにはまずある程度は正しい人生観を確立することが必要です正しい人生観が確立していない場合精神療法は効果があまりない上にやりさまによっては非常に危険です精神療法は心を変える治療法ですこのため ある程度正しい人生観が確立していないと心が変化した時これを難しい言葉で変性意識といいますどのような方向へ心が変わってしまうかは保証の限りではありません。第一節宗教団体に対する注がんなどの難病にかかると患者さんや家族はまず奇跡的に病気が治るという薬や治療法を探し求めます。 それがダメだと分かると今度は苦しい時の神頼みを始めて宗教に奇跡的な救いをも求めるようになります。中には患者本人や家族が宗教団体に入信する人もいます。宗教団体に入会してある信仰を持つと人格が変わる人がいます。人格が変わって良い人間になったかというと本人は幸せになったつもりでいても 段から見ると、宗教団体からお金や労働力を巻き上げられる単なる奴隷になっていたり社会生活に支障をきたすような問題行動を起こしたりしてかえって周囲が迷惑することがよくあります。これなどは正しい人生観が確立していない時点で精神状態を変化させるような人為的な力が加わった場合によく起こる現象で。 洗脳されたとかマインドコントロールされたという言葉をよく使います一旦悪い方向へ洗脳されたりマインドコントロールされてしまうとなかなか正常へ戻すことは困難になります病気になると宗教団体に入会する人も多いのですがここには罠が待ち構えています病気になった人は宗教団体にとって宗教団体にとって 絶好の勢力拡張と金儲けのターゲットとなるからです。宗教団体に入信して信仰を持つことは一般的には悪いことではありませんが、宗教団体もピンからキリまであります。次の条件に当てはまるような宗教団体は敬遠した方が無難で、触らぬ神にたたりなしと言えます。平外な金品を おととか会費とか称して徴収する場合、B、修行になるなどと称して長時間の宗教団体への奉仕を要求する場合 C、教祖や幹部の言うことがコロコロとよく変わる場合 D、他の宗教家や宗教団体の悪口をよく言う場合 E、脱会すると罰が当たるとか病気が悪化するなどと脅かす場合 F 社会常識に反するような予言をしたり怪しげな超能力を見せびらかす場合 G 占いや包囲等に懲り何事も占いや神のお告げで支持する場合 H 専属用や資料や水子のたたりのようなことばかりを強調する場合いずれにしても本人がしっかりしていればこのような宗教団体の罠にはハマらないとは思いますが 病気の時は心細くなり、このような宗教団体に頼りたくなるものなので注意が必要です。ヤクザのなんとか組と同じで、一旦このような宗教団体に入会してしまうと、脅しにあったり、洗脳されたり、マインドコントロールされたりして、簡単には脱会できなくなります。第2節、精神や人格の異常について、精神療法の第一歩は、 正しい人生観を持つことから始まりまりすなぜかというと正しい人生観がある程度は確立していないと精神療法をやっても効果がないどころか逆に不幸な境遇に陥る場合が多いからです。無論正しい人生観を持つということは非常に難しいことであり簡単にそなことができれば苦労はいりません。 正しい人生観に基づいて人間の性格を改善するということは実は大変困難な作業なのですこの世には風邪や腹痛をはじめとしていろいろな肉体的ないし身体的疾患が多くあるように軽度の精神的異常や性格の偏りはほとんどの人に存在すると言っても過言ではありません肉体的疾患の場合は ある症状に対して画像診断や血液検査で異常が出る場合がほとんどで誰でも自分が病気であると認めることが可能です自分が病気であるとか異常であると認めることを病石があると言いますすなわち肉体的疾患の場合は誰でも病石を持つことは比較的多いです名のある病院で癌であると診断されれば誰でもです 自分は癌にかかっているという病石を持つこととは容易ですところが自分自身の精神的な異常とか性格の偏りのこととなると簡単に病死を持つことは少なく素直に自分に精神的な欠陥があるとか性格が良くないなどと認めることは普通の人ではむしろ例外となります。 統合失調症、精神分裂病などの精神病の治療が困難を極めるのは、まず、患者に自分は異常であるという病しがほとんどないからです。はじめに、私は、がんの原因には、肉体的な面と精神的な面の両面があると言いました。実は、がんの精神療法を始めるためには、自分は、 精神的にも性格的にも異常があるという事実を自覚するすなわち病を持つことが必要ですがんの患者さんの場合もほとんどの人に精神的な異常や性格の偏りが認められますところがこの精神的な異常や性格の偏りについてはほとんどの人は病がありませんこの点は 統合失調症・精神分裂病と同じで精神療法を困難にしています初めから自分の精神や性格の異常を認めることは困難ですから一般に正しいとして信頼を得ている人生観を示して方向づけをしその正しい人生観と比較して自分の精神的異常ないし性格的異常を見つけることが必要です 第三説正しい人生観の基本になる因果因縁の法則カルマの原理正しい人生観の基本になるのが因果因縁の法則です別の言葉でカルマの原理とか因縁化法の原理と言いますカルマとはインドのサンスクリット語で日本語で合と訳されており善悪に限らず人間がなすあらゆる行為を意味しますこの合すなわち 人間の行うすべての行為の積み重ねによって未来の運命が決定されると考えられています。また、業とは人生における善悪の行いによって人間が身に受ける結果を意味し良い,い場合も悪い場合も両方を含めます。また、業が深いとは普通は前世の悪い行いによって不幸になっている事例を示すことが多いのですが。 業務、学業、授業などの業はこのような意味で使用しています。このカルマの原理を科学的な言葉で因果律と呼び原因なくして結果なしという原理を示しています。因果律が崩壊し何もないところから突然何者かが飛び出してくるということになれば一切の 科科学学的的法則やなな議論は無意味となってしまいまいす簡単に言えば、まかぬ種は生えない、自分がまいた種から出た草は自分で刈り取らなければならないということです。要するに、この世のすべての現象には原因、良しがあり、さらに原因を結果に結びつける誘因、縁があり、ある結果、果てが起こると、その影響、法が残るのです。 この原理は自然科学や東洋哲学からも真理と言えます。どんな小さい石ころでもそれが動くためには動かす力よしが存在し動いてどこかに当たれば必ず何らかの影響果てを他に及ぼします。このようにどんな小さいことでも悪を行えば悪い報いが生じますし逆に善行を行えば良い報いが生じます。 この善悪の判定者を仏教では縁魔大王であると言いいキリスト教では天の神であると言いますが真実の姿は自分の心の一番奥で判定がなされおりその懲罰も自分自身で行っているのですこの判定は少しの狂いもなく厳正に行われています老子道徳家に天皇界界鬱糸寺不出という有名な言葉があります 天網は、開会、うとにして失わずということは、天の法律の網は非常に大まかで、薄いように見えるが、決して漏らすことがないという意味です。この言葉は、世間では悪ばかりがはびこり、善が損なわれることばかりが多くあるように思われても、それは、表面的にはそう見えるだけで、実際には悪は罰せられ善は報いられるという法則は、 絶対に外れることとはない、いいいう真理を説いています。幸福で健康になるのはそれだけの理由がありまた不幸で病気になるのもそれだけの理由があり決して偶然ではありません老子の言う天の網も完全にカルマの法則すなわち因果律に従っているのですそして天の網は人間の外に存在するものではなく実は 人間自身の心のの心中に存在しているのです。病気や不幸は神や縁馬大王が決めたのだと人間は病気や不幸の原因を外の存在に求めたがりますがそれは間違いであり全ては自分自身が望んで決定した行為すなわち行の結果なのですがんにかかる場合はもともと遺伝的ないし体質的にがんにかかり 安い素因が存在していますしかし遺伝的ないし体質的にがんにかかりやすいと言ってもそれだけではがんは発病しませんがんが発病するにはがんを発病し安い生活習慣や精神状態と縁ができなければがんにはかかりませんがんにかかり安い遺伝的素因を持つ人が 不健康な生活習慣や精神状態に縁ができ不健康な生活習慣や精神状態を長く続けた時にがんが発病するという結果が起こりますその結果本人はがんで苦しんで早死にし残された家族が悲しむという報いを残すのですすなわち因縁過法ですなぜこのような理屈っぽいことを言うかというと今の人たちは この因縁化法の原理をよく理解していないからですがんなどの病気になったことも突き詰めれば自分に原因があり自分の心の持ち方や行いに間違いがあるからなのですこの原因を自分で理解して強制することが必要ですどのような方向に強制するかという目標が正しい人生観すなわち天地自然の理です